皆さんこんにちは。アドラシのショーに続きまして、ペンギンのショーを行います。ここにあるいろいろな道具を使って、ペンギンがいろいろな運動をしていきます。運動を通してペンギンについて、お話をしていきますけれども、基本的に言うこと聞きません。ペンギンの、ね、やる気次第なんですけれども、はい、やる気のあるペンギンだけで、ショーを進めていきたいと思います。はい、まずですね、最初はね、はい、この飛び込み台からプールにダイビングをします。勝手に泳がないですね。はフンボルトペンギンと言います。ペンギンは世界中に18種類住んでいるんですけれども、その中でも比較的体が小さい種類です。これはペンギンではありません。はい、ペンギンより動きいいですね。ペンギンはこの階段登りません。はい、18種類ペンギンいるんですけど、どんなのがいるかはですね、皆さんの観覧スタンドの、後ろの方に実物大のパネルがあるので、ショーが終わった後お時間ある方は、ね、見てください。自分のサインに合わせて、プールにダイビングをしてみましょう。はい、あれだけたくさんいたのに、はい、3羽か4羽しか登ってきません。はい、いいかな。まだです。2羽になりました。はい、泳ぎは速いですね。はい、ペンギンたち、かなり速いスピードでね、泳ぎ回ることができます。フンボルトペンギンは大体時速16キロぐらいで、海の中をね、泳ぎ回るんですけれども、人間の水泳選手だと時速8キロぐらいなので、倍のスピードでね、泳ぎ回ることができるんですね。はい、いい加減やってくれないかな。はい、これ、あ、いいですね。はい、一瞬できたように見えますけどね、偶然タイミングがあったので、ね、はい、じゃあやってみますよ。はい、はい、あれ、かけちゃった。はい、噛みついてきてますね。はい、これね、はい、意外とね、くちばしが鋭いので、お客様はね、手を出さないようにお願いします。小さいお子様だとね、手が切れちゃうことがあるんでね、はい、気をつけてくださいね。はい、じゃあいいかな。はい、1羽だけ。はい、みんな食べたら好き勝手に泳ぎ回ってますね。はい、じゃあ飛ぶんですよ。はい、痛いですね。はい、はい、はい、もうすでにほら、血が出てきましたね。命がけのショーですね、これね。はい、それじゃね、もうキリがないので、違う種目、簡単な種目をやってみましょう。じゃあペンギンさん、今度はね、シーソーの前に集まってください。こっちですよ。はい、こっちね。シーソーに乗ってシーソーを動かしてみましょう。はい、はい、周りでうろうろするんじゃなくて乗るんですよ。はい、はい、こっちね。はい、あ、いいですね。はい、はい、じゃあ乗ったらこっち。はい、はい、お、いいですね。ちょっと調子出てきたかな。はい、はい、寝そうなの。はい、頑張ってね。はい、でもただこれだけなんですね。これはね、ペンギンの、体重を利用してやっているんですけれども、ペンギン、このフンボルトペンギン、だいたい体重は4キロから5キロぐらいです。鳥の中ではね、まあ、体の割に重たい方です。空を飛ぶ必要がないペンギンはですね、体を軽くする必要がないので、海でね、泳ぎ回れるように筋肉と骨が、とても発達して体重は重くなったんですね。同じくらいのカラスだとね、500グラムぐらいです。重さがね、10倍ぐらい違うんですね。はい、じゃあ次はね、はい、こちら、さっきカラスが登ってましたけれども、階段を登って、滑り台滑ってみましょう。階段を登って、2階の通路を通って滑り台のところまで歩いていきましょう。動きが止まりましたね。あれ、やらないのかな。はい、これだけいるんだから1話ぐらいね、やってほしいんですけど、どうですか。ぼやぼやしてるとカラスが取りに来るよ。今ね、細長い魚をあげているんですけど、これはね、イカナゴという魚です。この辺の海でも取れるんですけれども、このイカナゴという魚をあげています。あ、やる気あるかな。はい、ダメですか。はい、ショーも後半に差し掛かってきました。もう種目があまり残っていません。じゃ次はですね、はい、じゃこの橋を渡って、はい、向こうまで歩いていきます。あ、いいですね。あ、どうかな。次のペンギンさんとかな。おー、いいですね。はい、甘さが落ちましたね。はい、3種類の鳥のショーが見られる。3種類ぐらいですね。
はい、戻ってきてよ。あ、いいですね。はい、頑張ってくれました。やらないペンギンくん食べないようにね。はい。他のペンギンさん、はい、他のペンギンさん行ってくれないかな。あ、もういいですか。あ、行くかな。はい、はい、頑張って。あ、いいですね。はい、だんだん今日らしくなってきましたね。はい。はい、もう一回ね。はい、そうです。もう一回。はい、食べたら、あ、よし。はい、はい、じゃあ戻ってきて、あれ。はい、じゃあ次はですね、気を取り直して、シートを、あ、シートじゃないや、ハードルジャンプやってみましょう。はい、じゃあ皆さん、ペンギンの皆さん、はい、ハードルの前に集合です。はい、3つあります。水準に順番にジャンプしていきましょう。おー、いいですね。はい、2番目、おー、いいですね。はい、はい、やらないペンギンさんは食べないでよ。はい、はい、じゃあ最後、はい、おー、来ましたね。はい、ハードル3つクリアしたのはね、今年になって私初めて言いましたね。皆さん、いるのが見ましたね。はい、じゃあ次はですね、もうなんと最後の種目になってしまいました。最後はですね、こちらにある高い飛び込み台からダイビングを決めて、終わりにしたいと思います。はい、やってきました。はい、今来てくれましたね。最後も好きなだけ食べていいですよ。大体1日に 500g ぐらいの、魚を食べるんですね。体重の 10% ぐらいの魚を食べています。はい、なんとね、下がってよ。はい、まだですよ。はい、合図に合わせていきましょう。はい、いいですか。前を向いてね、前を向くんですよ。あれ、どうしたんだよ。はい、こっち向いて。はい、行きます。他にいないかな。ちゃんとダイビングしてくれるペンギンいないかな。はい、あ、ちょっと勢いいいですね。はい、このままこっち上がって、はい、あれ、あ、来てくれましたね。じゃあこのペンギンさんで最後にしましょう。はい、食べたらね、はい、まっすぐ前を向いて、ちゃんとタイミングを合わせてね、飛び込むんですよ。はい、いいですか。はい、はい、あ、全然指示出してなかったですけどね。はい、じゃあね、全部終わったので、もう一回集合してみましょう。はい、皆さん集まってください。はい、半分ぐらいですね。多分壁際は最初から最後まで同じことですね。はい、ということで、これでペンギンのショーを終了させていただきます。本日はありがとうございました。